平野紫耀リーハタ豪華コラボでファン騒然、仲の良い姉貴と弟って感じ。東京人気アイドルグループ、キングプリンスのメンバーで俳優としても成功を収めている平野紫耀平野翔が自身のインスタグラムを通じてダンサーアーキスト及び振付師であるリーハタ、リエハタとの豪華なコラボをファンに披露し、大きな話題となっている。 ヒラの仕様とリーハタへの中の良さがにじみ出る写真と動画が投稿され、ファンたちの期待が高まっている。この記事では、その舞台裏やファンからの反応について詳しく掘り下げていきます。コラボの舞台裏9月24日、ヒラの仕様は自身のインスタグラムアカウントを通じて、リーハタとのコラボを発表しました。彼は、Living with At リーハタというキャプションとともに、 二人の共演写真を投稿しました。この投稿には、まるで仲の良い兄妹のような和やかな雰囲気が漂っており、ファンからは多くの賞賛のコメントが寄せられました。平野とリーハタを以前から交流があり、ダンスの共演を通じて親交を深めていました。特に、リーハタは数々のアーティストやアイドルグループの振り付けを手掛け、 その才能で業界内で高く評価されています。彼女の振り付けは独自のスタイルで知られ、そのダンスの魅力は幅広い世代に支持されています。平野志耀とリーハタへのコラボは、ダンスパフォーマンスを中心に展開されるものとされており、ファンからはその詳細な情報を待ち望む声が多数寄せられています。 ファンからの熱い期待平野潮とリーハタへのコラボが発表されると、ファンからは熱い期待の声が相次ぎました。インスタグラムのコメント欄には、かわいいかっこいいお二人でイベントしてほしい、リーハタをソングトップの通称かわいい、潮くんが楽しそうで何より、といった感想が寄せられました。このコラボが実現すれば、両者のファンにとっては待ちに待った瞬間となることでしょう。 平野紫耀とトリンハタをそれぞれの分野で高い評価を受けており、その才能を結集させたコラボレーションは多くの音楽とダンス愛好者にとって夢のようなプロジェクトと言えるでしょう。平野紫耀の多彩なキャリア平野仕様は日本のエンターテイメント業界で多彩なキャリアを築いてきました。 彼は1993年に生まれ、ジャニーズ事務所に所属し、2007年にジャニーズ JR として芸能界デビューしました。その後、ジャニーズ事務所内のグループである、ジャニーズ WEST に加入し、歌手としての活動を本格化させました。しかし、平野仕様の実力は単なるアイドルにとどまらず、俳優としても輝かしい成績を収めています。 彼は、テレビドラマや映画で幅広い役柄を演じ、その演技力で多くのファンや評論家から高い評価を得ています。特に、2019年に放送されたドラマ、花のチャレから花男ネクストシーズンから、で主演を務めたことは、彼の俳優としての地位をさらに高めました。 また、平野の仕様はキングプリンスへの一員としても活動しており、グループとしての楽曲やライブパフォーマンスでも多くの成功を収めています。そのキャリアの中で、彼は多くのファンを魅了し、国内外で高い人気を誇っています。リーハタへのダンスの才能リーハタ、リエハタは、ダンサーアーキスト及び振付師として活動する日本のトップクリエイターの一人です。 彼女はダンスパフォーマンスの分野で幅広い経験を積み重ね、その独自のスタイルと宣伝された振り付け技術で多くのアーティストやアイドルグループとコラボレーションしてきました。リーハタへのダンスはエネルギッシュでダイナミックな動きが特徴であり、彼女の振り付けは楽曲の雰囲気に合わせて緻密に計算されています。そのため、 彼女の振り付けに参加するアーティストやアイドルたちは、パフォーマンスの質を向上させ、ステージでの魅力を引き立てることができます。リーハタオをダンスのプロフェッショナルとしてだけでなく、自身もダンサーとして舞台に立つこともあり、その実力と情熱を示す機会を広く持っています。 彼女のダンスは日本国内外で高い評価を受けており、多くの若いダンサーにとっては憧れの存在です。コラボのイヘイヤシオトリーハタへのコラボは、日本のエンターテイメント業界において、音楽とダンスの融合を通じて新たな可能性を提示するものと言えます。 両者はそれぞれの分野で圧倒的な実力を持っており、その組み合わせは業界内外で注目を浴びています。まず、平野紫耀の俳優としての実力は確かであり、彼の演技力は多くの作品で証明されています。そのため、彼がダンスパフォーマンスにおいても高いレベルのパフォーマンスを披露することは間違いありません。ファンは、 彼がどのようなダンススタイルを見せてくれるのか、そしてリーハタトップの共演によってどのような化学反応が生まれるのか楽しみにしています。一方、リーハタの振り付けはその独自性が際立っており、彼女の作り出す振り付けはアーティストたちのパフォーマンスに新たな魅力を加えることができます。 彼女のダンスが平野市用の歌唱や演技とどのように組み合わさるのかは多くのファンにとって興味深いポイントとなっています。このコラボによって音楽とダンスの融合がより一層注目され、日本のエンターテイメント業界に新たなトレンドを生む可能性が高まっています。また、リーハタと平野紫耀のようなトップアーティストがコラボを通じて業界全体に刺激を与え、 若い才能にとっては学びの機会となることでしょう。結論平野市を鳥肌へのコラボがファンにとって待ちに待った瞬間となっています。両者はそれぞれの分野で高い評価を受け、その実力と才能を結集させたプロジェクトが日本のエンターテイメント業界に新たな息吹をもたらすことでしょう。 このコラボによって音楽とダンスの融合がさらに進化し、多くのアーティストやファンにインスピレーションを提供するでしょう。平野紫耀とリーハタへの共演は業界内外で大きな注目を集め、その成果がどのように現れるのか、今から楽しみでなりません。ファンたちは今後の詳細情報を熱望しており、このコラボが実現する日を心待ちにしています。 平野の使用とりへの才能が交差する瞬間は、日本のエンターテイメント界にとって重要な出来事となり、その成功を記念しています。